ERC を初めてご利用されるお客様にご注文方法をご説明します。まず最初に配送国、通貨、言語を変更しましょう。右上にあるイギリス国旗をクリックするとセッティング画面が出ます。そこから配送国をジャパン、通貨を日本円、言語を日本語にして変更してください。弊社では日本円決済だけでなくイギリスポンド、ユーロ、アメリカドル、オーストラリアドルで決済をお選びいただけます。ポンド決済をご希望のお客様は通貨のところをイギリスポンドをお選びください。こちらが買い物カゴ画面です。数量の変更はここでできます。また配送方法の変更もここでできます。この商品の配送料は650円でロイヤルメールインターナショナルで発送されます。ロイヤルメールインターナショナルの場合は追跡番号がありません。追跡可能な配送方法をご希望の場合 DHL またはパーセルフォースインターナショナルをお選びください。ただし配送料は割高になります。現在は7000円以上で送料無料のオファーをしています。完成車や重量物をご注文の場合は別途送料がかかりますので、最終的な送料は必ずこの画面で確認してください。 CRC がオファー中の割引バウチャーコード、またお客様がお持ちの CRC ギフトバウチャー券のコードがあればここに入力してください。CRC のギフトバウチャー券を複数ご利用されたい場合はこの欄にコンマを挟んで番号を続けて入力してください。それではチェックアウトをするをクリックして次の画面に進みましょう。新規のお客様の場合、新しいアカウントを作成するをクリックしてアカウントの作成をしてください。この画面ではお客様のメールアドレスや請求書先、住所のご登録をしていただきます。ただ必ず住所、氏名は英語アルファベットでご登録ください。次は配送先住所の確認です。クレジットカード決済をお選びのお客様は最初は請求書先住所へ発送させていただくようになりますので、この請求書先住所を使うをクリックしてください。なお後ほどペイパル決済をお選びいただくお客様の場合、ペイパルアカウントに登録されているお客様の届先住所へ発送するようになります。その住所を必ず英文アルファベットで再登録しておいてください。次は配送オプションの選択画面です。お買い物カゴ画面でもお選びいただけますが、ここでも変更可能です。ロイヤルメールインターナショナルの場合、追跡番号はありません。配送時間はだいたい8日から15営業日かかります。パーセルフォースインターナショナルの場合は追跡番号があります。だいたい8日営業日かかります。 DHL の場合追跡番号があります。だいたい4日営業日かかります。なお配送時間は関税手続きや天候などの予期せぬ出来事によって伸びる場合がございますので、あらかじめご了承ください。次はお支払い方法の選択画面です。カード決済の場合はここにお客様のカード情報を入力していただきます。ペイパル決済をご希望のお客様はここをクリックしてペイパルアカウントのログイン画面へ移動してください。銀行振込をご希望の場合はこちらをクリックしてください。この画面はご注文ご確認画面になります。ここで必ず最終的なご注文内容とご登録の内容を確認していただき、お間違いがない場合、画面一番下の緑の注文するボタンをクリックしてください。これでご注文完了です。弊社より自動的にご注文を受理した旨のメールがお客様に届きます。またお客様のご注文が発送された際にも自動的に発送のご案内のメールが届きます。万が一これらのメールが届いていない場合、お客様の迷惑メールフォルダーやセキュリティ設定をご確認ください。またペイパル決済のお客様はペイパルにご登録されているメールアドレスへこれらのご案内が届いている場合がございます。それでもメールが届いていないという場合は日本語カスタマーサービスまでお問い合わせいただけませんでしょうか。カスタマーサービスへはメールまたはお電話でご連絡していただけます。イギリス時間の月曜から金曜の午前8時から午後4時半までの営業になります。
繁忙期または週末を挟みますとお返事が遅れる場合もございます。何卒お待ちいただきますようお願い申し上げます。緊急の場合、お電話の方が早い場合もございます。またサイトのヘルプセクションもご確認ください。お客様のご質問への回答が見つかるかもしれません。